ドジャースの大谷翔平投手29は敵地ロッキーズ戦に1番指名打者でスタメン出場し、切り込み隊長だ。1番大谷翔平が2戦連続マルチ安打。1番大谷さん調子良い。骨折で長期離脱のベッツに代わって1番に入った大谷くんが本日2本目のヒット、2ベース。これは鬼の弱小エンゼルスを5割で持ちこたえさせてた感。エンゼルス野戦病院の中戦ってきた経験が生きてきてる。エンゼルスではベッツ、フリーマン、スミステ、オスカー全員離脱状態で孤軍奮闘してたようなもんだからな。ベッツ一人離脱したくらいでは大谷は変わらんよ。やっぱ大谷って逆境じゃないと舞えないのかね。大谷くん打席2番でも1番でも全力でやり遂げる。ベッツの怪我が残念ですが、大谷くんが活躍することでチームが盛り上がるのは良いことですよね。怪我だけはしないで頑張ってもらいたいです。5割どころか去年の今頃は最大貯金7だったんだぜ。特に7勝27号28号した試合は今でも思い出すな。ヒットだけで良いならイチローを超えそう。一番打者の役割は出塁することですからね。さすが大谷さん、ピッチャーなのにパワー、よく打つ、時速も速い、恐ろしいバッター。本当にピッチャーなのか疑うレベル。彼はリハビリ中の投手です。トータルで算出すると足は数値になると速くないんだけど、それは投手起用の時はゆっくり走ってるから、スプリントだと上位に来るからね。メジャーでもトップクラスだからな。大谷さんをも超える今日のフリーマンの出塁率。5打席連続四球打したんだ。6打席連続出塁もはや出塁マシーン。打率爆上がり。打率上げときますか。もはやチームリーダーの風格。左肩手術してリハビリ中も年俸30億分ぐらいの仕事するのやばいな。足だけは怪我しないようにしてほしいね。